株式会社 YKKAP ラクシーは千葉県松戸市にある住宅総合関連の会社。1985年に東京都中野区で創業。塗装、内装工事を主力業務にしていた。1990年に千葉県松戸市松戸に移転、法人化した後は総合建築物の修繕業務を施行するようになった。1998年までは主に 修繕工事専業の株式会社アズマの千葉営業所として下請け工事を行っていた。ラクシーの社名はこの時付けられたもので社長の口癖、楽勝、楽勝をもじったものである。2005年には改修工事の進捗状況を発注者にネットで報告するサービスを開始。2010年にはこれをブログ形式に対応させるなど特徴的なサービスを打ち出していたが、 2014年に YKKAP に買収され同社の子会社となった。新築マンション建設、中古住宅をリフォームした物件の販売も閉営している。AB 株式会社、U-CUP ラクシー第31期決算広告、日刊建設工業新聞2010年4月16日付3面。リフォーム工事ネットで、進行確認ラクシー。 現場の写真配信、日経産業新聞2005年8月12日付9面、日刊工業新聞2010年3月11日付12面、日刊建設工業新聞2010年4月5日付3面、マンションリフォームビジネスの成長に向けて、事業基盤を構築株式会社ラクシーの株式取得に関するお知らせ、YKKAP 株式会社、 http://www.ykkap.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュカンパニースラッシュジャパニーズスラッシュニューススラッシュ2014スラッシュ20141001トッ HTML カット YKKAP 株式会社との資本業務提携に関するお知らせ株式会社ラクシー http://www.ruxy.co.jp スラッシュワードプレススラッシュ w p c o n t e n t スラッシュ u p l o a t s スラッシュ2014スラッシュ10スラッシュ2 0 1 4 1 0 0にお知らせ。pdf ハットマンション修繕会社買収住ゆうくっ 日本経済新聞2014年10月2日付長官12面。ありがとうございます。